砂漠で散るのに出会った、あなたならどうする？どうもこんにちは、ヨウムさんです。私ならくっついて冷やしてもらう、霊夢さんだぞ。砂漠に散るのがいたら干からびてそうだよな、マリサさんだぜ。あたいで遊ばないでよ、散るのさんだぞい。さて、採掘ツールの作成の続きですよね。粘土を作ったところだったね。前回は原料であるカオリナイトの作成に土を使いましたが、サファイアを使うと貴重な土を消費せずにカオリナイトが作れたようです。サファイアより貴重な土とは、で、砂、砂利、粘土で、グロートを作成、モルタル、という方が馴染みがありますかね。グロートを精錬すると小精錬画というものができるのですが、それを4個固めて小精錬画ブロックに、ここから一気に行きますよ。ブランクパターンを作りんの、パーツビルダーを作りんの、ツールステーションを作りんの、パターンチェストを作りんの、ステンシルテーブルを作りんの、クラフティングステーションを作りんの、ツールステーション、レッドストーンブロック、小精錬画で、ツールフォージができました。なんか、いっぱいテーブルを作ったね。家具屋でも建てるのか？家具屋の名前はもちろん、ニトリだよね。家具屋なのにニトリとはこれいかに。いやそうじゃなくて、このテーブルたちが全部必要になるんですよ。採掘ツールを作るために、ね。ですので、作ったテーブルたちを並べていきます。ちなみに並べる順番も大事。クラフティングステーション、ツールフォージ、パーツビルダー、パターンチェスト、ステンシルテーブルの順番で並べる必要があるのだ。何回魔呪文でも詠唱した？この順番に並べると、上部にタブが表示されて、各テーブルの機能を一度に触ることができます。ではまず、ステンシルテーブルの機能を使いましょう。ここではブランクパターンを加工して、部品の型を作ることができます。今回はクリーパーの絵が入った板、それとハンマーの頭の部分、後絵の部分をかたどります。爆発しそうな板だな。このように木型を作成したら、その木型はパターンチェストに収納します。右側に収納用のスロットがあるね。これも連携機能だな。次はパーツクラフターで、部品を作りましょう。ネジとかナットとかボルトとか作ろうね。散るのは、ネジとナットとボルトの違いは知ってるのか？苦いか甘いか辛いかが違うんだよ。部品を食べないで。木型を選んで、素材をスロットに置けば部品が作れます。火打ち石で板の部品を作って、ハンマーの頭は石で作ります。柄の部分は木で作ります。部品の種類によって、出来上がるツールの性能が変わるんだよな。序盤で優秀な組み合わせは、これだと思います。そして部品を作ったら、ツールフォージで組み立てます。はい、ハンマーが出来上がりました。性能が右のウィンドウに出てるけど、耐久値は320だね。ハンマーってことはあれだよね。キューブロックを一気に掘れるんだよね。そうですね。以前作成した、サーマルエキスパンション製のハンマーと同じです。ただし、ゲンカース製のツールは強化というものができて、例えばダイヤを1個だけ、総1個だけ使って強化をしましょう。すると耐久値が500増えます。倍以上に増えた。ついでに掘れる鉱石の種類も増えます。さらにレッドストーンを大さじ1杯加えましょう。美味しそう。美味しそうか？それ以前に大さじとかいうレベルじゃないからね。加える量。100個加えますからね。レッドストーンを強化素材に使うと、採掘速度が上昇します。デフォルトだとちょっとスピードが遅いので、これは必須の強化です。それでは、採掘の心地を確かめてみましょう。どうでしょう？随分と楽になるね。ツルハシでちまちま掘るのとは違うな。これなら地下整地も簡単だね。今からマップ1枚分全部露天掘りするんでしょ？鬼畜すぎるんですが。さて、ツルハシということでやっぱり壊れちゃうわけなんですけど、ゲンカース製のツールは、修理をすることができます。修理素材は、頭の部品に使用した、石でいいのです。はい、安い。頭の素材に石を選んだ理由はこれだね。石2個でこれだけのツールを修理できるとか、とんでもない性能だよな。ただし、ツールフォージじゃないと修理できないというのが問題です。ツールが壊れるたびにいちいち修理しに拠点に戻ってくるというのは大変なことです。ツールフォージを持ち歩く、という方法もあるが。いや、もっと簡単な方法があるんだよね。そう、マリサさんが言ったことを赤子の手をひねると例えるなら、今から説明することは、ポッキーの手を折るぐらい簡単なことです。ポッキーの手って何？パーツクラフターで、こんなものを作成します。何これ、習字の時に使う硯？ゴリゴリ削って墨を作ってたの、懐かしいな。これはシャープニングキットというものです。これを使えば、耐久値の減ったツールと一緒にクラフトするだけで、耐久値を全回復できるのです。確かにポッキーをひねるぐらい簡単だ。ポッキーをひねるのって楽にむずくね。ということでね、動画の半分を使って、素晴らしいツールの作成と解説をしてきました。ゲンカースコンストラクトは、このようにいろんな素材を組み合わせて、オリジナルのツールを作ることができるモッドだ。金属製のツールを作るには新しい手間が必要なんだけど、
組み合わせ次第では考えられないくらい強いツールができるんだ。このシリーズでも最強クラスのツールを作ってボスを倒す予定です。またツールのお話なんですけど、メタラジーのツールを作っていきます。確かこのモッドで追加される鉱石がどうしても掘れなくて困ってたんだよね。一度諦めましたが、ネザーで新しい鉱石を掘ってきたことで再チャレンジできるようになりました。この緑色の鉱石か。これなんて読むの？ビロキシアスインウォット。適当です。ゴライアスインウォット。何も合ってないやんけ。これでツルハシを作ったら、さあどうでしょう？このモッドのツルハシは、耐久値で大体の性能が予測できるが、残念ながらこのツルハシの耐久は300と低いようだな。ならば採掘レベルにも期待できないか。ダメみたいだね。この、ギャーゴの鉱石を掘る手段を見つけたいんですけどね。他にも鉱石があるはずですし、もう少しネザーを探索してみます。あった、新しい鉱石。なおこの直前に、ネザーの探索中にマイクラがクラッシュして焦りまくってた模様。突然落ちるんだから怖いですよ。ネザーの新鉱石は、あと2つありました。この3つの鉱石から色々作ってみましょう。まずはアルデュオライト鉱石を使ってみましょう。こういうモッドでも粉砕機に対応させてるサーマルちゃんはすごいなっていつも思います。鉱石処理が得意なフレンズなんだね。同じくネザーで掘れる、セルクレイスという金属と合金化できるみたいです。アルデュオライトと、セルクレイス。もうダメだ、あたいの頭の中はおまんじゅうになっちゃったよ。どういうことだそれ。で、この2種類の粉を混ぜて合金にしますよ。イノラサイトの粉になります。あーダメ、あたいの頭のあんこが飛び出しちゃう。アンパンマンかな？飛び出したあんこは気にしないことにして、精錬してインウォットにしてツルハシにしましょう。お、今度は耐久値900だってよ。今までで一番高いんじゃない？これは期待大だな。期待大な。掘れるかな？掘れるかな？ドキドキ。掘れるー、やったー。ついにこの鉱石を掘れるツルハシを見つけられたんだな。残りは最高ランク、ティアー6の鉱石が掘れるツルハシ作りか。それは多分、今掘っているティアー5の鉱石から作るんだと思うんです。早速作りますぞー。オリハルコンとプラチナを混ぜて合金にします。セレネギルダストができます。オリハルコンって、あたいでも聞いたことがあるよ。でもセレなんとかは聞いたことないよ。私も聞いたことねえな。このインウォットでツルハシを作ったのがこちら。わあ、耐久値が1600だって、一気に増えたよ。これならティアー6の鉱石も掘れそうだな。うん、ちゃんと掘れました。これで、掘れない鉱石はなくなったわけですね。目的は達成できたわけですが、せっかくなのでこのモッドにおいて最高峰のツルハシを作りましょう。ティアー6の鉱石を2種類混ぜて作った合金。これが最高峰の鉱石です。タルタライトです。タルタルソース。これでツルハシを作ると、こう。すげえな、耐久値が3000だってさ。ダイヤツルハシの2倍ですか。もちろん全ての鉱石が採掘可能。採掘作業の時は、本は前半で作ったハンマーを使って、それで掘れないものをこのツルハシで掘る、という使い分けをしようと思います。と、最後が駆け足になりましたが、今回はここまでです。少しずつ再生数が増えてっていて、嬉しいね。もっと増えるように、頑張って動画作らないとね。それじゃ、今回も高評価とか、よろしくな。ヨウムが可愛いのでいいねください。ではまた次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。いいねや高評価など、よろしくお願いします。チャンネル登録やフォローしてくれると、あたいは嬉しいな。よければ他の動画も見ていってくださいね。それじゃあ、また次回をお楽しみに。